皆さん、こんにちは。ドラマや映画に数多く出演し、不動の人気を維持している榮倉奈々さん。結婚、出産した後も女優として活動を続けており、母になった榮倉奈々さんの人気は、以前より増しているかのようにも思えます。そんな榮倉奈々さんには様々な噂があるようです。今回は、榮倉奈々さんのプライベートに迫っていきたいと思います。榮倉奈々さんは、2016年に俳優の賀来賢人さんと結婚しています。2015年に熱愛報道をされますが、その後も2人は隠すどころか堂々とデートを繰り返し、約1年の交際を経て結婚に至っています。賀来賢人さんのユニークなプロポーズの話は有名ですよね。その後、2017年に第1子、2021年に第2子を出産し、現在4人家族となっています。世間では当然この結婚が榮倉奈々さんの初婚だと思っている方がほとんどでしょう。しかし一部では再婚を疑う声も上がっています。もちろん実際には榮倉奈々さんが再婚であるという情報はどこにもなく、事実無根の噂なのですが、なぜこんな噂があるのか調べてみると、原因は賀来賢人さんの叔母賀来千香子さんが関係しているようです。賀来千香子さんは1994年俳優の宅間真さんと結婚しています。2010年11月には第3回プラチナ夫婦アワードに選ばれ、おしどり夫婦として有名でした。しかし2012年2人は離婚してしまいます。賀来千香子さんは離婚後、離婚理由などは語ってはいません。夫婦にしかわからないいろいろな問題があったのでしょう。離婚後、賀来千香子さんのウィキペディアにとある変化があったのです。一時期配偶者欄にブランドン・ハロルドという名前が記載されていたというのです。これがきっかけとなり、賀来千香子さんに再婚の噂が流れます。しかし賀来千香子さんに再婚の事実はありません。調べたところ、そのような名前の男性はいませんでした。誰かが流したデマのようです。榮倉奈々さんの再婚の噂はここから波及してきたものと考えられます。他にも榮倉奈々さんには不倫や DV、 賀来賢人さんと離婚間近という噂もあります。ここからは過去の彼氏などと一緒にこれらの噂について見ていきましょう。まず不倫の噂ですが、この噂は完全にデマのようです。芸能人同士のカップルには不倫騒動が報道されることが多いため、一緒に名前だけが噂されてしまったのではないでしょうか。次に DV の噂です。賀来賢人さんと榮倉奈々さんが最近不仲で離婚するのではと言われています。不仲や離婚する原因として DV なのではないかという噂がささやかれているのです。ですが不仲や離婚の原因が DV だったとしても、パターンは2種類ありますよね。賀来賢人が榮倉奈々に DV していた、榮倉奈々が賀来賢人に DV していた。一般的に DV といえば男性が女性に対して行う行為だと思われています。しかし実は DV というのは女性から男性に行われることもあるのです。 DV といっても物理的な暴力だけでなく、精神的な暴力である暴言も DV に含まれます。この DV が原因で不仲になり離婚するのではというのは、榮倉奈々さんが賀来賢人さんに対して DV を行っているというものなのです。しかし榮倉奈々さんが賀来賢人さんに DV を行っている事実は確認できませんでした。ではなぜ榮倉奈々さんが育児のストレスで賀来賢人さんに DV を行っているなんて話が出たのでしょうか。それは賀来賢人さんが育児のエピソードとして、間の2歳児は大変だと話したことがきっかけになっているようです。そんな育児が大変なエピソードが飛躍して、育児でストレスがたまった榮倉奈々が賀来賢人に DV をしているという噂がささやかれることになったのです。様々な噂がささやかれた榮倉奈々さんですが、過去に熱愛を噂されることも多々ありました。その中でも実際に交際していたとされる男性は一人です。2013年、榮倉奈々さんとフジテレビ職員の一般男性との交際がスクープされました。お相手は当時入社4年目、胸板の厚いマッチョな男性とのこと。二人は手をつないで歩いたり、一緒に食事をするなど頻繁に会っていた様子。写真誌では無防備にデートする様子を捉えていました。2013年当時、榮倉奈々さんは25歳。
誰かと恋愛していたとしてもおかしくない年齢ですよね。2人は親しい関係者には報告しており、真剣に交際していたといいます。事務所としてもプライベートは榮倉奈々さんに委ねていたそう。スキャンダルとして報道されることはありませんでした。結果、一般男性とは結婚には至らず別れています。榮倉奈々さんの元彼と噂になっている人は他にもいますが、どれも信憑性が薄いです。どの人とも実際に交際していた記録はなく、交際しているとは言い難い噂でした。元彼とささやかれた人には、山本博則さん、岡田将生さん、水島博さん、岡田准一さん、豊川悦司さんと数々の有名人の名前が挙げられています。噂になった理由はいくつかあるようです。企画で2人だけのプリクラを撮ったり、ドッキリを受けて抱きついてしまったり、共演した際に仲の良いやり取りがあっただけということが理由になることもあったそうです。端から見れば、男女が仲良くしていると恋愛関係にあると思い込んでしまいますよね。裏を返せば、榮倉奈々さんの人当たりの良さが光っているとも言えます。人当たりが良く、誰とでも仲良くできてしまうことが周囲を勘違いさせてしまう榮倉奈々さんでしたが、実はド S なのではとも言われています。賀来賢人さんはもともと好きなタイプを褒めてくれて、自分を子供のように扱ってくれる人とコメントしており、自分からは積極的に行かず相手に任せたいような印象を受けます。そんな賀来賢人さんがプロポーズした相手ですから、ド S の可能性は高いですね。そして榮倉奈々さんは性に対して奔放であるというような話もあるようです。榮倉奈々さんはある過激な発言が話題になったことがあります。その発言が、女は潮を吹いてなんぼという発言です。ある芸能ニュース誌ではその時の状況をこう報じています。榮倉さんが男女4人でバーを訪れていた時のこと。楽しい仲間たちとの主演だったのか、榮倉さんはワインを10杯以上飲み、ほろ酔い状態に。その時、榮倉さんがワインを自身の股間にこぼしてしまい、服にできたシミをおしぼりで拭きつつ、ああ、ここがびしょびしょになっちゃったと甘えた声を出し、その後おしぼりで股間を叩き始めたという。また酒のあてとして下世話なトークが繰り広げられ、テーマが女性に塩を吹かせたことがあるか否かに及んだ際に、榮倉は、女は塩吹いてなんぼよと告げ、色めき立つ男性陣からの吹いたことあるのかという質問に対し、そうだねと妖艶に笑いながら話したという。股間にこぼれたワインをおしぼりで吹きつつのびしょびしょ発言。いくら酔っていたとはいえ、公共の場所でここまで卑猥な発言が堂々とできるところから、榮倉奈々さんは普段から相当エッチなことには慣れている可能性があります。また塩を吹いたことがあるというような発言をしていることから、激しいセックスをしていると考えられますね。榮倉奈々さんを塩を吹くまで攻め立てた相手って一体誰なのでしょうか。熱愛が噂になった芸能人の中の一人は、もしくは夫である賀来賢人さんなのでしょうか。それとも一人で。気になりますね。また榮倉奈々さんはドラマでも濃厚なキスシーンを披露しています。主演映画であるの一生では、ダブル主演であった豊川悦司さんに足にキスをされるというシーンがあります。足を舐めるという官能的なシーンが背徳的で、まるでド S の女王様さながらです。榮倉奈々は足キスのシーンは恥ずかしくてよく見れないと言っていますが、上記のワインの話が本当だとすると、かなり性に対して奔放である印象です。また最高12股かけていたという噂もあります。その噂の内容は、プロフィールでは鹿児島出身とされている榮倉奈々さんですが、実際は神奈川県育ちの都会っ子で、地元では遊び人として評判の青春時代を送っていたというものです。男の子と付き合ってもすぐに飽きてっぽい、いつも違う男を連れていた、12人と同時に交際していたという派手な話が聞かれるようになったといいます。しかし調べる限り出身は鹿児島県ですので、この噂の真意は不明のままです。また榮倉奈々さんはホスト狂いになっていた時期があるといいます。ある芸能記者は、長かった髪をバッサリショートにして以降は特に清楚な雰囲気が強くなって、全然遊んでいるようには見えないから意外でしたね。むしろ田舎育ちののほほんとしたお嬢様というイメージに見られがちでは
数年前にはホストクラブにハマっていると伝えた雑誌もありました。歌舞伎町の高級ホストクラブの VIP ルームでドンペリを開けて盛り上がる彼女の姿を何度か目撃したという内容でしたね。語っています。売れっ子になったことでストレスがたまり夜な夜な発散していたのでしょうか。いかがだったでしょうか。A 倉奈々さんと角健人さんはまだまだ離婚するような様子は見受けられず、第二子も生まれたばかりであることから離婚は考えにくいですね。 DV 疑惑が浮上したり、ストレスが溜まっていると言われたり、育児にストレスはつきものではありますが、ファンに対しての態度もきついと言われることが多い A 倉奈々さんは本当にド S なのかもしれません。もし本当にド S であれば、好きな人にきつく当たってしまうのは愛情表現と言えるのかもしれません。そう考えるとファンに対してきつく当たってしまうのも納得できます。まだまだ活躍されている女優さんなので、これからも活動を楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。